ナックワールドジャラステやっていきます。最後ですね、お客様経験者では明日からゴールド2弾が始まりますね。ラストね、ボス逃げ、9800ちょうどいいね。で次のボスがね、アシュラとドラゴンブラザーなんですよね。なんでちょっとね、多分バウンドナイフだったよな、アシュラ。あ、でも変身アシュラか、バウンドナイフ。変身アシュラじゃなくて、ただのアシュラだったな。あれだとダークナイフか、アシュラだった。アシュラだとダークナイフだった。いや、あ、パンパンション入ってる。間違ってるよ。やべえ。パンパンション切れる。うわぁ。パンツ消えちゃったよ。次はチーム結成ですよ。やばい。パンパンションいつの間に転がってたんだ。倒せるかな。9800ならいけると思うんだけど、なんという間抜けな。パンパン師匠、いつまで忍び込んでたんだよ。スタン目でやらないとやられるよ。9800か、いけるかな。みんなシンデレラ隊長との思い出の件、こんなストライプコードでいけるの。3目ですよ。さあ攻撃速さ負けてんだよな。やべ、呪われる。やばいな。そのアクションを決めましょう。エヴァーで選択して赤ボタンで攻撃に決まりましたよ。エヴァーが攻撃に決まりましたよ。エヴァーが攻撃に決まりました。ヴァンパイア入れた方が良かったか。9800。攻撃力めっちゃアップ。スキル、このスキルは変化の攻撃が決まりますよ。スキル9000。準備ですよ。10ラッキー。あ、重いになっちゃった。パンツラッキー。あー、ラッキー。これで2ターン目までいける。あー、これで倒せるか。やべえ、弱っ。とにかくミスらないで2ターン目までいければ勝てる。ミスらなければ。どう、このソードでどう。え、そうか、リンさんとか入んなかったか。違う、呪われたんだ。やばい、呪われてるから。やばい、じゃね。4000が削れねえ。時間目ですよ。
ましたよ。エヴァーで選択、攻撃決まりましたよ。よかった。赤ボタンで4,500円。攻撃に決まりましたよ。チャック呪いは呪いも解けたんだ。呪い解けた。3,050円。なんで50なんだ。2000ぐらいいけ。1,800円。50円しとくか。いけそうだ。うわ弱っ。すげえ。あぶね。こんな最後ドッキドキしたな。あぶね、あぶね。こうやってゴールドチャックが発動してれば勝てるかもね。呪いを2ターン目呪いなし、1ターン目呪いなしか2ターン目呪いなしか、どっちか。ボタンを押してください。いいさあ、ビネゲルスさん。お疲れ様です。あードキドキした。ちょっとね、パンパン師匠のスナックが入ったせいで、メローランのパンツ使えなくて大ピンチだ。運次第、早速カードタックを選びました。いないところだった。4人来たね。最後ゲットして終わりたいね。スキルスキル。頑張りましょう。いやー、いいカードが来てる。次もいいカードが出るパターンでは。私ならやりますね。絶対コインを入れた。モンスターボールプラス最後。なんかオーラ足りてねえな。結局ビンさんともゲットできなかった。このタオル。今ご用意しているカードも一気になるのですよね。はい、時間ができましたよ。それではいくぜ。せっかくですからもう一枚使いましょう。課金課金課金。これはめっちゃ課金ゲームだ。きた。38。38だけどスキルはなし。今ご用意しているのは。こんな感じ。かなり強いな。クラーケン並みに強い。最後一瞬もう一個来るかな。スーパーグレートレアでもいいけど。来た。36。残念。620、650。まああんま変わんねえけど、攻撃力700強いな。メローラ姫に会いたい。
レジェンドチャック並みに強い。それではゴールドチャップは800だったっけ。ゴールドチャップは8000。ゴールドチャップと同じ強さ。さあ、それではお待ちかね、ドリップジャイアント宝くじのお時間がやってまいりました。強い。一等の景品はなんとこれ。さあ、ラスト行きましょう。なんか光ったよ。そういえばシークレットもな、もう一個何だったんだろうな。はい、じゃあ今回はビネグレスね、撃破してレジェンドカード2体ゲットしましたね。ちょっとスキル残念でしたね。はい、じゃあ明日からね G2 弾始まって、ゴールドにチャックじゃなくてビンさんと出てくるみたいで、次のボスはねアシュラ&ドラゴンブラザーズみたいなので、ドラゴンブラザーズまた強いのゲットできそうですね。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ライトニングソードってブリタニアエンチャンだと思う。また来てくださいね。最後 G1 だ。12月になったら武器が来るの。ジャイアント宝くじをご利用のお客様、続くか、赤いボタンを押してお呼びください。最新情報最後見ましょう。さよならっつったのに。キノコは終わり。アシュラか。最後戦車アシュラこれね。多分ね、アシュラが苦手なのはダークナイフだ。デミとグラスがカルボナーラさんからさっぱらったダークナイフ、アニメで出てきた、ね、結局もビンさんと強スキルゲットできなかった。はい、はい、じゃあさよなら G1 弾ありがとうございました。さよなら、バイバイ。